グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。この配線は何ですか？これは玄関の脇のインターホンの配線なんですよ。今固定をしているんですね。そうなんです。うんうんうん、でこの、玄関脇のインターホンが裏側のジャンクションボックスっていうその配線の箱のところから建物の中に入っていくと。はい。そういう工事を今電気屋さんがやってます。土の部分まで下ろして張っていくような形で。あ、でも下に防草シートが敷いてあるんですね。普通はこれそのまま地面の中にこの配管が埋まっちゃうんですけど、はい、ここのお宅は防草シートを敷いて砂利をやるので、はい、この防草シートの下に入っちゃうと後でまた手直しの工程をやったんですけど大変ですから、はい、うんうんうん、防草シートの上に配線をまずわざとして、はい、で砂利で埋めちゃって見えなくしちゃおうっていうそういう配慮がある。なるほど、ね、先々のことまでちゃんと考えて、うん、でこれ自社の電気の職人さんだからやれることで、うん、外注の普通に電気屋さんだとここまでやってくれませんから、その順番待ってないといけないんでね、はい、そこら辺がかゆいところに手が届くということです。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。